今回のビデオでは私の動画編集の方法を紹介します。素材としてはドローンで撮った、えー、ドロニーと言われるような、えー、素材を編集します、えー。最終的にはこんな動画ができます。今回使用する、えー、アプリはこの Adobe Premiere Pro CC で、えー、っとバージョン13.0。えーこの間 今日は10月の、えっと、28日なんですけども、えー、この間、えー、アップデートがあったばかりのアプリですね。これで編集していきます。じゃあまずね、ファイル、新規、えー、プロジェクト、こうしますね。で、例えば、で、ここで、えー、タイトル名を入れて、その次にね、大事なのがこのインジェスト。ここを、えー、やってください。このインジェストのコピートラ、プロキシを作成。これを選びます。これどういうことかっていうと、 よくね、あの、動画編集やってる人で、特にドローンの動画なんかは最近 4K で撮れますよね。そうすると 4K の動画を編集すると PC が、えー、パフォーマンスが悪いので編集ができないとか重いとかっていう言葉をよく,よく聞くんですけども、このプロキシを作ることで動画の編集がぐっとやりやすくなります。これどういうことかっていうと、ここに書いてあるようにプリセットを見ると、えー、例えば 1024×540 の、えー、サイズの ファイルをここを作りますよと。まあ GoPro のシネホームっていうのを作りますよっていう、こういう感じなんですね。えー、これ、例えば 4K っていうのは横方向に4000ドットですよね。それに対してこれ1000ドットですから、えー、横方向で4分の1。まあ縦も4分の1なので、だいたい16分の1のファイルサイズになるよっていう、そういう意味なんですよね。そうすると、えー、まあそこそこのマシンであれば十分に編集できると。じゃあこれ、これで OK しますね。で、えーこ えー、動画のデータはメディアブラウザーから、えー、っと、えー、ここにあるね、この、この動画、えー、これはね、ベトナムで以前、あの、ホイアンというところに行って撮影したデータなんですけども、えー、これ日本橋っていうところなんですね。で、これ入れるとね、同時にメディアエンコーダー CC っていう、これが立ち上がりました。これが、えー、要するに 4K のデータをその16分の1、 約です、ね、16分の1に、えー、作り直してると、えー、エンコードしてるっていうことなんですねここ見てもらうと分かるように1フレームずつこうやって、えー、サイズをちっちゃくしていってくれてるわけですねでそれをねこうタイムラインずっと並べていくと順次こう、あのー、動画を再度エンコードしていくっていうことになります ですから、これ、最初、えー、複数の,の、ビデオファイルをここに入れると、それなりの時間がかかるので、えー、ちょっと、お茶でも飲んで、えーえー、再エンコードが終わるまでは待ちましょう。逆に言うと、これを、やる時間っていうのは、PC のパフォーマンスが影響するので、より早い PC を使っていれば、この時間は短くて済むと。しかし、一旦、あの、この作業を終えてしまえば、編集自体は、 重、えー、いと感じることはそれほどないと思います。えー、ということで、ここにね、えー、今、どんな感じかっても出てるんですけど、まだこれやってますよね。まあ、これを、これが終わるのを待ちましょう。エンコードが終わりました。えー、例えばこれ今、ここには 4K のファイルがあるんですよね。で、こうすると、ほら、追従してこないんですよね。ところが、 これを、えー、先ほど生成したものに置き換えると、編集、あの、追従性がぐっと良くなります。これはね、えー、っと、まずね、設定で、ここにね、えー、っと、この、プラス印を押してもらうと、ここに、こういう、プロキシの切り替えっていうのがあります。これをここにドラッグしてください。そうすると、こういう感じで、ここに、あの、プロキシの切り替えっていうのができます。で、これ実際プロキシを切り替えてみますね。そうすると、ここに、 ちょっと黒いバーが出ましたよね。これわかります。ほら。で、これ黒いバーが出てるっていうのは、あの、オリジナルの16対9のファイルとちょっとこれ違うってことなんですよね。で、まあ、ああの、後で実際に編集をすべて置いて、で、最後に、えー、ファイルを出力するときには 4K のオリジナルファイルを使って、あの、出力しますので、ここは、 あくまでもこの参考程度に見れるっていう、そういうふうに思えばいいと思うんですよね。とにかくこれで見るとこのように追従性が良くなりますから、編集はぐっとやりやすくなると思います。逆に言うとね、この、どのタイミングでカットするかとかね、ということを考えると、えー、このぐらい追従性を良くしておかないと、編集ってしっかりとできないと思います。じゃあまあ、この辺まで、この辺までを、えー 編集することにしましょう。でね、えー、っと、まずね、えー、私はこの、特にドローンの時は音楽をあの必ず入れることにしています。で、最近音楽はね、えー、このね、エピデミックサウンドっていうところに入ってるこの、このファイル、この音楽ファイルを使うことにしています。これ、えー、毎月ね、えー、YouTube ユーザー、YouTube クリエイター用っていうアカウントの あの支払い方法があって毎月定額払うと、えー、どの音楽でもまあ使わせてくれるっていうそういう、えー、契約方法があるので、えー、結構いい音楽揃ってるのでここ最近の私のビデオはだいたいこれを使ってますねじゃあ音楽ファイルを入れたのでどんな感じかちょっとやってみますねこれ見たら分かるようにねちょっと音が大きすぎるんですよね でこのまずね、えっと、音楽データを取り込んだ時は必ずね、この,、えーこのえー、ウィンドウのエッ,センシャエッセンシャルサウンドっていうのを開いて、ここにね、で、えっと、音をちょっと調整しましょう。 まあこのバランスの取れたバックグラウンドミュージックってこの辺にしとけば、えー、結構いい感じのボリュームサイズにしてくれます。ちょっとちあの音声が入らない時はちょっとちっちゃすぎるかなっていうのがあるのでその時はここでちょっと大きくすればいいと思います。まあ、こ,これをねちょっと一回再生してみると波形見るとどんな感じかわかりますよね。 この辺からちょっと音のトーンが変わりますよね。だから、この辺からは、えー、っと、速度をアップすればいいかなっていうふうに、私的には目処をつけます。というのは、こういうドロニーの、あのー、動画っていうのは、この、まあ、この橋に自分がいるとしてですね、こう引っ張っていくと、えー、最初自分の顔が出て、その後、こう、それなりの速さで、こう、前期が見えた方が、あのー、 まあ見てる人が飽きないっていうかね。それから驚きもあると思うんで。ですからこの辺から速度をぐーっと上げて引っ張ってくるっていうふうに、えー、構成を考えたいと思います。ということで、えっと、まあ、音声ファイルも、まあこの辺までしかもう使わないですね。で、えっと、まずね、この動画ファイルの速度を変更するっていうのは、 バーの,あのファイルの上で右クリックしてクリップキーフレームを表示タイムリマップ速度これをクリックしてくださいそうするとねえー、この、えー、ここに出てきましたよねこの丸いのねこれでキーフレームが打てるんですねキーフレームっていうのはそのポイントからポイントを指示してその間に何かエフェクトをかけるとかっていうことなんですね今回の場合にはこのポイントをこう打ちますよねそうするとこの辺から ここここにうういうマークが出ます。でこれをグーッと引っ張っていくとこれ画面上の,あの動画の画面見るとあの位置からこの辺までを速度上げますよっていう右で終点速度の、えー、速くする終点っていうのがこう出るわけですよねこのぐらいじゃあこの辺までにしましょうか例えばねそうするとこの間こっからグーッといってこの間は え、速度がリニアにどん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 上がっていくっていう感じですね。スピードアップしていきます。で、ここでもう一回、あの、えー、当倍の速度に進んでいくという、こういう感じになります。えー、っと、じゃあね、えっと、これで、ここをね、早くするために、このマウスをこの辺りまで持っていくと、マウスのすぐ下に上下の矢印が出ると思うんですね。 で、ここでマウスをクリックして上側にぐーっと引っ張っていくと、このようにさっき、えー、選んだところが、こう、斜めになっていってるのがわかると思うんですね。これ速度がこういう感じで上昇していきますよっていうことなんですね。で、このマウスの下を見るとね、ここに数字が百何十パーセントって出てるんですけども、これ例えば、え300パーセントぐらいにしましょうか。そうすると、 ここからずっとリアニアに速度が、ここで100%ですよね。えー、もと元も々のオリジナルの速度が来て、ここからずっと速度が上がっていって、最後300%まで上が,上がるんですよねで。ここで、ここはもう300%のまま動きますよと。そういう感じにできますよね。じゃこれでちょっと、えー、どんな感じになるか見てみましょう。 この人歩いてるの見ると速くなってるのわかりますよねこの辺まで来るともうオリジナルの速度がどうかっていうのはちょっとわからないと思うんですけどもまあこんな感じですよねえー、っとまずこんな感じになりますのででねもう少しここのところがね速度がえー、っとなんていうか えー、音楽の変わり目がこの辺りだとして、速度がね、ちょっと、もうちょっと早く動いた方がいいと思うんで、えー、このマウスをこの真ん中あたりに持っていくと、こういう風になりますよね。これをちょ,ちょっと早めにして、で、速度の上がり具合をこの辺からに持っていくと、えー、実際の動画の速くなったのと、ちょうどシンクロするかなと。この辺りまだ、えー、速度の上がりが遅いので、えー、この音楽のトーンの代わりにちょっとマッチしてないような感じがするので、 こんな感じにしてみましょう,うんちょっとねもうちょっと早くした方がいいかもしれない今は300%でしたけど400まで上げてみましょうかこれ400%ですこれで、えー、ですからさっきより速度が上がりましたもう一回ちょっと見てみます まあこんな感じでやってみますね。で、えっ、ー、とね、あとね、ここのところの速度の立ち上がりがね、ちょっと、えー、角度がついてますよね。この辺をもうちょっと滑らかに立ち上げて、えー、収束するのもこう滑らかにするっていうのが、あの、可能なんですね。で、それはここをクリックして、ここにブルーの縦型のなんか矢印みたいのが出ましたけど、この矢印のところをこうぐーっと持ってドラッグして、 引っ張っていくとこのようにちょっと滑らかになってきましたよね。ですからこういう S 字のカーブが綺麗に描かれるのでこうするとあの速度の変化が滑らかになるんで。じゃ このただねちょっとえ今見ててここの何もしてないのが長すぎますよねちょっとねこの辺からなんでちょっとこれもえこのぐらいにしてこんな感じかなまず暗いところからブラックアウトから始まってもうちょっと前でもいいかなもうちょっとちょっと長いですよね こんな感じにとりあえずしましょう。あとね、えっと、エフェクトで、このあたり、えっと、まあ、あの、ここですね、ここから、えー、エフェクトを選んで、で、えー、ビデオトランジション、でディゾルブ、この辺で、えー、終わりを暗く終わらせるとか、こうすると、この辺から、こんな感じですよね。まあ 音楽もこのちょうどお尻を合わせて、で、音楽は音楽で、えー、オーディオトランジションで、クロスフェード、コンスタントパワー、これで終わらせると。そうすると音楽も、こんな感じですよね。まあ、この辺のね、長さは、えっと、自分の趣味で合わせてもらったらいいと思います。これね、今、ずーっとこの、えー、 十先ほど、一番最初に設定した16分の1のファイルサイズで編集しているわけですね。例えばこれ、プロキシをオリジナル 4K を表示させましょう。これはオリジナル 4K の絵です。こうやって見ると大してあの、16分の1のファイルサイズにしてもわかんないですよね。ところが、実際にはね、これ、ほら、こうやって止まってもまだ追従しないでしょ。ってことは、これ、ファイルサイズをちっちゃくしたことによって、 はるかに編集効率が上がったってことなんですよね。だからもう必ずこのプロキ士を作ってから編集するようにしてください、えー。で、次にですね、私は一般的に、あの、私はいつもこの泥もドローにも、ドローンってあのジンバルがついてるので、撮、えー、れたデータっていうのは映像っていうのは基本的に滑らかではあるんですけども、当然その、えー、ある程度のその、 ブレってのは当然起こるわけですよね。ですから、一般的に私はいつもこれにさらに手ブレ補正を最後かけます。ただね、その手ブレ補正って例えばプレミアプロの CC ってこれの手ブレ補正ってすごい時間かかるんですよ。ですから、えっと、その、まあ時間かかるのが面倒だとかね。まあそこまでしたくないっていうこともあるので、ちょっと今回は手ブレ補正を入れないバージョンと入れるバージョンを2つ作ってみたいと思います。 まず、これ入れないバージョンのために、ここで一旦あの出力してしまいますね。で出力は 4K でやります。書き出し、メディア。で、YouTube 用なので、えー、っと、そこから、えー、YouTube2160P4K、えー、っていうのにして、で、これを、えー、っと、こうしましょうか。で、手ぶれなしにしといて、出力はねで、書き出します。 えこれで、この辺はね、だから、えっと、書き出しっていうのは、もう、マシン性能がもろに影響してきますから、これが、あのー、早く終わってほしい。まあ、誰でも早く終わってほしいんだけど、早く終わらせたいっていう人は、やっぱマシンをいいものにしないといけない。でも、例えばこうしといて、あとお茶でも飲みはいいや、という人は、別に、その、先ほどのインジェストっていうか、あの、プロキシを作る方法でやれば、 えー、ここのところは別の作業っていうか別にお茶飲んでていいわけだからパフォーマンスのいい PC を調達する必要もそれほどないのかなというふうにも思います。まあその辺は、えー、ご自身で考えたらいいと思うんですよね。ということで出力が終わりました。じゃあね、ここで次、えー、手ブれ補正っていうのを入れていきたいと思います。これね、ちょっと実は手ブれ補正っていうのはちょっとあの工夫がいるんですね。えー、 プレミアの,あの手ぶれ補正っていうのは、えー、ワープスタビライザーっていうんですよね。ですから、ここにちょっとワープと入れてみましょう。そうすると、ビデオエフェクトディストーションの下にワープスタビライザーってありますよね。このエフェクトをここに画像のところに持ってきます。そうすると、 ワープスタビライザー、ここね、ワープスタビライザーとタイムリーマップは同じクリップで使用できません。つまり、えー、こういう速度変化をつけたものに対しては、あの、手ブれは効かすことができませんよって言われるんですね。で、まあ、それは困るんで、ちょっと一回取り消しますね。で、どうやるかっていうと、ここで一回この、ネストっていうのを作るんですね。この画像の上で右クリックをして、で、ネスト、これを選びます。 で、まあ、ネスト化したシーケンス01。これ何でもいいんですけど。で、こうすると、ちょっと色が変わりますよね。これ、えっと、ネスト化されています。すでに。で、このネストネストっていうのは、まあ、言ってみれば、すべてをパッケージ化して、あのーえー、パッケージ化したものに対して次、次、えー、ワープ、あの、手ぶれの、えー、エフェクトをかけるっていうことなんですね。もう一回このワープスタビライザーを今度、ここに持っていきます。そうすると、バックグラウンドで分析中。 1> 1 2って感じでやりししましたねこれ結構時間がかかります。これがね、ちょっとたまんないですね。残り時間、これ何分た、えー、多分6分ぐらいかかるのかな。4%、えー。で、こういう感じで進んでいってますよね。まあ、これは待つしかないので、ちょっと待ちましょう。OK、終わりましたね。これで、えっと、 105%自動スケールだからちょっとブレてる範囲をトリミングするようなそんなイメージだと思うんですけど。ということでえまあ5%ぐらいトリミングされた。滑らかさ、これちょっと見てみましょうか。実際にどのぐらい滑らかになったか。 これ最後の,あのこの辺りの、えー、変なドローンの動きも結構吸収されてますよね、えー、じゃあこの50%のここを調整するとその滑らかさの調整ができるんで、まあ、これを10%とか20%にしてもいいと思います今回はデフォルトのまんまで出力してみたいと思いますじゃあこれでね、えっと、もう一回、えー、手ぶれ補正後っていうことで出力します、えー、ということで出力できました じゃあこれをね比較してみましょう。えー、ということで手ブレを補正を 入れなかったバージョンと手ブレ補正後処理ですね、をしたバージョンと見比べていただきましたがどうでしょう。やっぱりこの手ブレ補正をしたバージョンの最後の穴あたのりにすごくあのー、違いが出てると思うんですけど、えー、ここでやっぱりあのー、私がドローンの操作ミスをしているんですね。あのー。 ちょっっとと下まで移したいと思って、こうした時にこれがあの変な動きをしてるんですけどもそこを手ぶれ補正がうまく隠してくれてるかなという気がします。 ということで、今回のビデオいかがだったでしょうか、えー、ぜひ、この動画が面白かった、あるいは役に立ったという方は、ぜひ、高評価と、それから、チャンネル登録、まだの方は、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた。